ノンジュアリティというか結局は真実ですよね。で真実は何かというお話になった時によく考えてみれば真実は何かは絶対わからないはずなんです。で、わからないから知りたい。真実がわからないから知りたい。真実はこういうものだっていうふうにイメージ作ってたりとか、非人間とかこういうものだとか悟りとはこういうものだっていうふうにイメージがもし自分の中にあったとしたら自我って作っちゃうんですね。真実って聞いた時にまたは非人間とか聞いた時に何か掴みたいから漠然とイメージ作ってしまうんです。例えば今私ハワイって言った瞬間なんかハワイ浮かんでないですけど、文字面だけってことないですよね。でこう思考の性質として何か言葉を聞いたときになんか掴める何かが欲しいんです。なのでイメージしてしまうっていう癖がものすごくあるんです。でそういう意味で真実って言ったときにも何とかこうイメージつけよう、何とかこう捉えるものにこう自分が目指すためには得るためには知るためにはこう何かこういうものじゃないかっていうものを作ってしまいがちなんですけれども、それを作ってしまうと真実を知ろうとしてるんではなくて自分のイメージをかけてるだけになっちゃう。でそうではなくって真実が全く何だかさっぱりわからないから知りたい。でそういう意味でこの知りたいっていう時に思考で知る、頭の考えで知っていくということではなくて、例えばその愛、例えば赤ちゃんのこう笑ってる顔を見てもう勝手にこうわーっと湧いてくるもの、なんか湧いてくる、まあ、赤ちゃんじゃなくてもいいんですけど、なんかこう無条件の愛みたいな、別に何にも自分にしてくれるわけでもないし何がっていうことなく、もうそう存在自体からすごくこう自分が愛を感じる。でそれって思考で捉えるものじゃないですよね。で真実も同じで思考で捉えるんではなくて明らかもうそれそのものがもう明らかである。なので思考で捉えていこうとするよりもただひたすら見つめていく、存在を見つめていく。で見つめていくときになるべく思考を沈めてた方が思考に邪魔されないです。まず一つ今自分がここにいるの分かってますよね。で自分がここにいるっていう時にその自分っていうのはおそらくほとんどの場合この体、それから自分固有の思い、それから自分固有の感情、感覚、それから自分固有の歴史、それを自分っていうふうに捉えてるはず。それもね、誰もが当たり前のように思ってるし、こんな話し始めたら、もし精神科でこんな話し始めたら頭おかしいって多分思われると思うんですけど、でもじゃあそれが本当なのかどうか、それが本当なのかどうかをまず自分の存在をただ見ていくっていう
ことでやってみる。全然難しい話じゃなくて、考えを通さないで自分と思ってる自分、体、自分固有の自分ですよね。自分の思いで、自分の思いは自分しかわからないですよね。家で一人でいるときにいろいろ考えてる思いって自分しかわからない。当然だから分離してると思いますよね。隣の人が何考えてるかなんてわからないし、で自分の体の感覚、今日なんか私どうも午前中にぎっくり腰やってしまったらしいんですけども、痛い、ちょっと今足が微妙に痛いんですが、でもこれ私が感じてるだけで他の人感じないですよね。だから当然分離してるって思いますよね。この私という自分というこの子がいて、全く他に違う体があって違うことを感じてて違うことを思っている子がいる。だから自分って言った時はもうこれを指してるだけだっていうのがほとんどですよね。でもそれ本当にそうなのかな、本当にそうなのかなっていうのを知っていくのは思考ではなくって、自分の存在をまずよく見ていく。じゃあどうやってやっていくのか、もう本当に単純で、自分の思い、自分の体、自分の感情で普段私たち思ってるわけですよね。それこそだから癒しの時は私のネガティブな感情を解放するとか、私のネガティブな、ビリーフを変えるんだとか、または私の体をケアしていく。で全部私の所有的な言葉で使ってますよね。でじゃあその所有者は本当にいるのかどうか、もし所有者がいるんであれば体と思いと感情がなくなった時に所有者いないといけないですよね。残ってないといけないですよ。これは私のカバンですであれば、カバンがなかったら所有者残ってますよね。じゃあ私の思い、私の体、私の感情、感覚、なんか自分が思いを所有してて、自分が体を所有してるんであれば、どっかに自分いないといけないですよね。でいるかどうかそれをただ探ってみるんです。ちょっと今探ってもらっていいですか。まず体の中に自分って言います。所有してる自分って体の中、頭のてっぺんからつま先までどこかに所有してる自分っています？それとも最初から最後まで体しかないですよ？これ本当の意味で見ていくんですね。本当の意味で見ていくっていうのは、ああないないとかってやっちゃわないんです。それやっぱ思考がものすごくまとめちゃってるって。なんか 今までどっかに自分がいる感覚があったはずなんですよ。ものすごく強いこの私感がどっかにあるはずなんです。これを何度も何度も徹底的に見てみる。ちなみに探せないですよね。じゃあ自分の思いの中に自分って言います？思いって、思いの中に自分がいるかって言われた時に、いろんな思いがあるから難しいですよね。まずでもずっとある思い、必ずある思い、それは一つは、
で必ずある思いっていうかずっとある思いって癒しの癒しというかセラピーの中ではコアビリーフとかコアのセルフイメージはずっとある潜在意識の中にずっと持ち続けちゃうっていうのはあるんですが、そういう意味ではなくて全員が必ず持ってる思いは必ず持ってる思いは私ですよね。私は何々だ、私は私、私、これ思いですね。でその私の中にこの私、所有者で私っていう感覚、言葉、文字の中に所有者がいるから、もう普段何の疑問もなく私はね、私の体はねとか私の足がね、これが私の考え、私で、その私の中に所有者の私本当にいるかどうか、それとも最後まで感覚私感、私がいる感、感覚だけなのか。で最後に感覚感情の中に所有者の自分がいるかどうか。例えば そのある感覚ある感情ずっと不安を持ち続けている 人にとってはその不安っていうのをものすごくこう強く感じる、で体にものすごく感じるので、もうまさにもうそれは私の中にあって、それは私のものだっていう感覚すごく強いはずなんですよ。いつもあるこの不安、あたかもそれはもう本当に私の不安であって、でもじゃあそこに所有者がいるかどうか、それとも最後まで不安っていう何らかのこうエネルギーの感覚だけなのか。順番はどんなふうでもいいんですけども、まずやりやすいものとして本当にこの自分と思っている自分の所有者である自分がいるのかどうかというのをただただ見ていく、これダイレクトパスって言ったりするんです。その思考を通さないで直に見るっていうんです。私だと思って、今まで私だと思ってた私というのはどうも体と特有の体ですよね。一人一人それぞれ違う特有の体と特有の思い思考体系ですね、と特有の感情の蓄積しかどうしても見つからない。でも私がいるっていうのは確実ですよね。私がいるっていうのはでも否定しようがないですよね。所有者がいないのは分かったけど、まあ分かってないかも、分かってないかも、分かったけど、分かったことにしますね。でも私がいるあるこの存在があるっていうことはもう疑いようがないですよね。存在がある。存在がある。建物もあるし、宇宙があるし、社会があるし、存在、ビーン、これ疑いようないですよね。存在そのもの。で、私がいる。これでここで私たちがすごくよく大きく勘違いしているのが、この私がいるっていう存在の私がいるっていうのが、このいる感が体の方に所属しちゃってると思っている、体の方にくっついちゃってる、この私のこのセンスオブアイアンが体の方だと、体や思いや感情の方にくっついちゃってる。
で、これがもう多くの私たちのエッカートレの言ってるアイデンティティの間違い。上手に説明できてるかどうか全然わからないんですが、どんどん聞いていただいていいですからね。で、ちょっと違う方向から説明しますと、体と思いと感情、感覚っていうのは全部つかめるものですよね。つかむことできますよね。こういう思いだとか、こういう感情だとか、こういう感覚だとか、あと体が変化している体の変化もつかめるし、見ることもできるし、全部つかめるものですよね。自分の今のたった今の経験の中で、ここだけつかめないもの、一個だけつかめないものがあるんですけど、それは何だと思います？今まさにここの自分が普段から毎日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 経験していることの中で、今ここでももちろん一個だけどうしてもつかめないものがある。ちょっと今自分を見てみて、必ずあるもので一つだけどうしてもつかめないもの、体の感覚もわかるし、見ることもできるし、自分が何考えてるかつかむこともできるし、自分が何感じてるかをつかむこともできるけど、一個だけどうしてもつかめないもの。でつかめないものを探せって言葉的におかしいのか、おかしいんですけども、でも分からない。何です？どうしても、どうしても、どうしてもつかめない。あるのが分かっててつかめないの？そう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 。他人の気持ちとか、そういうことだけ。もう朝起きた時からずっとあるし、何よりも先に一番最初にあるものなのにつかめない。なぜいるかですか？なぜいるかですか？なぜいるか？それなぜいるかってクエスチョンですか？私質問、思考になっちゃいますよね。意識とか気づきとかそういうことですか？それを、そう結局、あとはさってます、朝起きた時に椅子があったら、椅子だと分かる、椅子近くする、椅子じゃなくても自分がいるってことが分かるっていうことは概念とか、概念つかめるもんね。つかめる自分がいるっていうことが分かるってことで、分かる、その分かる意識っていうのはつかめますよ。自分がいる、自分がいるってことが分かる、この分かってる、分かってる意識はつかめますね。例えば、もし体というのは、体というのはその臓器が詰まった機能してる、ある意味物体ですよね。体ってね。脳みそがもちろんいろいろ働いているけれども、まあ、最終的に臓器ですよね。で最近は AI がすごく進んできて、そのうち人間の脳を超えちゃうんじゃないかみたいな話まで出てますよね。 AI が搭載されているロボットがそのうち、人類を超えちゃうんじゃないかみたいなこと言われてますよね。で、まあ、そういう脳とか、あと見る、
あの見るために目があるし聞くために耳があって、でもこれ全部機能ですよね、臓器の 目にしても耳にしても。で機能っていう点だけ考えたら、カメラと同じじゃないですか、風景を捉える。で聞きっていう機能だけ考えれば、ボイスレコーダーと同じですよね、ボイスレコーダーって言うんだっけ、レコーダーと同じですよね。で脳も AI と同じですよね。じゃあロボットと人間って全く同じもの、おそらくものすごく違うのは、ロボットは自分が何やってるかという意識がないはず。ロボットは自分が今これをやってる、あれをやってるっていうことを見ることできないはずなんです、自分は。そこまでいかなくて、単純にロボットって自分の何が今自分が何をやってるか分かってると思います？分かんないですよね。すっごくあのスピでも科学でも何でもなく普通の結論としてね、だからロボットって自分が今何やってるかということをこう意識的に見て突っ込み入れたりしないじゃないですか、なんで僕こんなことやってんだろう。昨日通り分かります、アウェアネスがないです。自分がやってることに対するアウェアネスを持ってないですよね、ロボットは。この体もアウェアネスがなければただの機能する生物体なわけですよね。分かりますね。カメラが自分が撮ってるものを見てアワイアネス持って素敵だとか言わない、やらないですよね。例えば自分がパニックに陥っている時、認識って言葉でもいいですよ、自分がパニックに陥っている時にね、自分がパニックに陥るって分かってる自分がいるじゃないですか。あ、パニックに陥ってる。で思考はね、あ、パニックに陥ってるとか、わーとか言ってるけれども、パニックに陥ってる自分と、パニックに陥ってることが分かってる自分がいるんですよね。いつでも必ず分かってる自分がいますよね。今、ものすごく絶望してたら、絶望してることが分かっている自分がいるし、常に自分が今何をやってるか、自分に何が起きてるかが分かっている自分がいるし。で、じゃあこの分かっている自分は一緒にパニックに陥ってる？陥ってないですよね。パニックに陥ってることに気づいてるだけですよね。で、ものすごく静かじゃないです、この分かっている自分は。何にも言わないですよね。思考はいろいろ動くかもしれないですね。こんなパニックに陥っちゃって、わーわーみたいな。思考は湧いてくるかもしれないけれども、それが分かっている自分は、ものすごく静かなの分かります？で、これがアウェアネスとかピュアコンシャスネスとか言われてる本質の方の自分。で、普段の私たちが私だと思ってるのはこのパニックって方の方が自分だ。悲しいとか、まあ、いろんなストーリーが走ってて、そこにドーンと落ちたり、まあ、楽しいストーリーももちろんありますけど、そっちが 100% 自分で、それが起きてることが分かっている私というのは 100% 普段スルーされてしまって、でもセンスオブアイアンはこのパニックってる方ではなくて、すべてに気づいてる方の私。体とか感情とか思いとかでない方の私。普段はもう全くスルーされてる方の私。で、これがエッカートールが言うアイデンティティの間違い。
アイデンティティの間違い、ほとんどの人は思いから感情の方が自分だと思って、こっちが自分だというアイデンティティを持ってしまう。で、彼が言う Power of Now の Now、 The Power of Now の Now は、その静かな私のことを Now、 今ここって言って、そっちが自分だよ、そっちが本質だよ、そっちが自分だよ。でもこれいつも一緒にくっついてあるので、気づいてる私と気づかれてる私はいつも一緒に起きてますよね、うん、気づかれてる私っていうのはそのパニックを起こしてる方の私ですね。いつも一緒に同時に、どうしても同時に起きてるので、静かな方が見過ごされちゃう、本質の方が見過ごされてしまう。でこれは、私が勝手に先生って呼んでるルパート・スパイラさんの例えでいくと、スクリーンの方のスクリーンが気づいてる私、いろいろ起きてるドラマが起きてる私はスクリーンの映像の方でも、スクリーンと映像はどうしても同時にある。でもどうしてもストーリーがあると、ストーリーに私たちは引き込まれてしまうので、スクリーンの存在を忘れてしまう。でも私たちの本質はスクリーンで、気づいてる私。で、普段全くスルーしてしまっている気づいてる私、必ずあるじゃないですか。必ずありますよね。じゃなきゃ自分がいることわからないはずですか。自分が存在していることはわからない、この気づいている自分がもしなければ。で、この気づいている自分の私の方にただある、そこにただただいてみる、そこすごく静かな場所なんです。ものすごく静か。ちょっとやってみましょうか。じゃあ少し目をつぶっていただいて、まずとりあえず今目をつぶっていただいた段階で、自分がつかめるもの、呼吸とか体の感覚とか、私の声とか、外から聞こえてくる音とか、まずつかめるものに気づいてみてください。顔の周りの感覚とか、この自分がいるような感覚とか、つかめるものは全部ただ気づいてみてください。では今度は、それらすべてに気づいている意識、ただそこにあってみてください。ただ気づいている
ただそれだけ。あらゆる音、あらゆる感覚、あらゆる思い、ただそれだ、ただそれらがあることに気づいてるだけ。言葉を一切持ってなくて、その気づいている意識には上とか下とか右とか左とかあるでしょうか。それともただ気づいているだけでしょうか。気づいている意識の意識には奥行きとかありますでしょうか。それともただ気づいているだけ。気づいている意識はあゆかの思い、あゆかの感情を全部知っている、全部気づいている。このあゆかっていうところを自分の名前に書いてみてください。気づいている意識は自分の名前入れてくださいね。あゆかの体、あゆかの思い、あゆかの感情を全て知っている、全て知っている。気づいている意識はあゆかに起こったことを全て知っている。あらゆる全て、あゆかのあらゆるすべてを知っている。はい、目開けていただいていいですよ。なんか午後にあったのがまずかったっていうのは今ちょっと途中からこれは眠りを誘うやばい時間のやばい、なんかこのまたこの場所が声がなんかいい感じに眠いような声になってしまってなんとなくちょっとつかめたかもしれないっていうか、そのお家でやっていただくのに、どういう要領なのかのヒントになればなと。これも本当にいろんなやり方がっていうか、そのやり方が決まってるわけではないので、どんなふうでもいいんですけども、気づいてる意識にただ寄り添う、もう言葉のこの辺も言葉の限界なんですけども、寄り添うっていうとまたなんかそういう気づきの意識みたいなのがそこになんか寄り添うみたいな聞こえちゃうのでね。でももうこれはもう言葉の限界で、でも分かりますよね、今ね、やってみて。で、今まで自分だと思ってた自分っていうのは全部つかま捉えることができましたよね。
で普段の私たちは自分が世界を見てると思ってるはず。自分が、まあ、この位置から皆さんは皆さんの位置から世界を把握している。自分が世界を把握していて自分は世界の中にいるっていうのが普通の多くの人の感覚ですよね。でも気づいている意識にずっと寄り添っていると自分は見てる側じゃなくって見られてる側の、毎日だって自分が考えてることを感じてることを知ってるってことは見られてる側。気づいてる意識に知られてる側。今タタタタタッと落としたじゃないですか、してるじゃないですか、ね、これは客体ですよね。客体ですよね。でじゃあ自分の思いってキャッチできるのでこれも客体ですよね。同じようにキャッチできるんです音と一緒に。今日終わったらどこそこ行こうっていう思いとタタタタタっていう音は同じですよね。つかめるから両方とも。で自分が今怒ってるのか泣いてるのか笑ってるのか同じようにつかめますよね。でパターンって音と一緒に同じようにつかめますよね。で自分の体も今痛いとか痒いとか心地いいとか掴むことできますよね。あと見ることもできますよね。で自分の手が見えるのとドアが見えるの同じように掴めるじゃないですか。見えるじゃないですか。なので自分は主体だと思って私たちは普段いるんですけれども実はってこれ考えて言ってるんじゃなくて全部ただただ見たまんまの話してるだけですからね。見られる側ですよね。音とかドアと同じように。今までずっと自分は主体だと思ってて自分が世界を見てて自分が世界と関わっている。ところが思いも体も感情も全部世界の側で唯一こっち側っていうのは気づいている意識だけ。それらでずっとそこに寄り添っていると気づいている意識の方にずっと寄り添っているとあらゆるものが気づいている意識の中で起きていることが分かってくるはずなんです。気づいている意識の中で思考が湧いてきているし気づいている意識の中で体の感覚が湧いてきていてで気づいている意識の中で風景が現れ風景が変わっていく。気づいている意識の中で社会があって世界があって、その気づいている意識が自分だ本当に踏み落ちたときに全てが逆転するはずなんです。私の中に世界が、世界が私が世界の中にいるんではなくて私は世界そのもので存在そのものであってそれらの中で全てが逆転するはず。この時に世界の中のちっちゃい私ではなくなっていくので不安や恐怖がものすごく落ちていく。この世界の中で私はどうなっていくんだろうではなくて世界そのものが自分だから大丈夫、自分はなくならないから。